M1927-76mm 不標砲、M1927-76mm 連帯砲とは、ソビエト連邦が1927年に開発した不標砲である。M1927 は1927年に設計され、翌1928年に量産が開始された。M1927 は、 ソビエト連邦が初めて独自に設計した家宝であるが、短脚式砲画や金属製、スポーク式の車輪など、保守的な部分も目立つ。1939年には、車輪をゴムタイヤに換装するなどの改良が行われている。1939年のノモンハン事件や冬、戦争における具体的な戦歴は不明。1941年の大祖国。 戦争勃発時において、赤軍は4708門を保有していた。かなりの数が、ドイツ国防軍やフィンランド国防軍に露覚されたと思われるが、両国における、露覚兵器高度は不明。車輪をゴムタイヤに換装した M1927、3976mm 不標砲、M1927 は、主に警防備目標や、機銃座、 敵不評を直接照準で粉砕内刺撃破する火力支援が主任務であるがヒート弾もあるので限定的ながら対戦車戦闘も可能である。M1927 は主に狙撃兵連隊や騎兵連隊に配備された。狙撃兵旅団の砲兵大隊も一個中隊は M1927 が配備されたほか一部は対戦車砲大隊にも配備された。 1943年に新型の M194376mm 不標法が新たに量産に入ると次第に置き換えられていくが終戦まで運用が続けられた。その後は東側諸国に供与されたと思われるが具体的な戦歴は不明。ありがとうございます。